こちらはジェナ・ブッシュさんという女性ですアメリカ大統領だったお父様ジョージ・ブッシュさんの娘さんです双子なんですねもうお一人はバーバラさんという娘さんがいてお二人双子なんですけれどもホワイトハウスに8年間住んでいらっしゃったそうですお父様がアメリカ大統領を2期お務めになられたので1期が4年なので 8年間ホワイトハウスにお住まいだったそうなんですね。双子が一時期同じ部屋で寝ている時期があって、この時にホワイトハウスの中で幽霊の体験をしたと、この間おっしゃってたんですね。えっと、ジェナ・ブッシュさんは現在アメリカの番組などでたまに司会者として登場したりするんですけれども、こちらが一家4人のお写真ですが、えっと、右の 一番右からジェナさん、お父様のジョージ・ブッシュさん、奥様、そして双子のバーバラさん。ジェナさんとバーバラさんが双子なんですね。えそして、その時、二人で寝ていた時に、ジェナさんの電話がチリリンとなったんですって、思わず二人は目が覚めたんですけれども、二つ離れた部屋に1920年代のピアノが置いてあって、そこからピアノの音が静かに なんかポロンポロンと聞こえたそうなんですね。で、2人すごく怖かったと。なんと、この現象が、1週間同じ現象が続いたっていうんです。まず、ジェラさんの電話が鳴って、ピアノの音が鳴ると。で、怖くて怖くて、みんなに言ってもあんまり信じてもらえなかった。なぜなら、ピアノの音が全くみんなは、 聞いていなくてこの双子の2人にしか聞こえていなかったとっいう不思議な現象なんですね。で、昔からホワイトハウスはこのような、まあ、話が残っていて、歴史的な建物でですね、まあ、古いは古いんですけれども、大統領によっては中身を新しくしたりするんですね。確かトランプ大統領が入る時に綺麗にきしろって言って で、確か新しくリニューアルしたんですよね。それでトランプ大統領がホワイトハウスに入る時期がちょっとずれたっていう、まあお話が残ってるんですが、いろいろと、まあ日本の首相官邸もそうなんですけれども、ちょっとお化けの話がつきまといますね。やっぱり人々の思いっていうのが大統領とか首相、総理大臣には届くので、念が届くと、 周りのあらゆるものがちょっと動いたりするんだろうなって思います。はい、エブリワン、t h i s, <laughs> <S Hi, is t k 今回はもう一つお話があって、イギリスのお話です。えー、今から150年前に変な記事があるのでご紹介したいと思います。もしかしたら、エイリアンアブダクション、UFO 関連ではないかと今言われている記事なんですね。 1873年12月に起きましたロンドンタイムズ誌っていう新聞がありまして今もあるんですが奇妙な記事を掲載していますロンドンタイムズ誌っていう新聞は今から240年前に創刊された世界最古の新聞ということで有名ですブリストル警察裁判所で、まあ、奇妙な裁判が開かれたとイギリスウェストヨークシャーのリーズっていう場所にお住まいのトーマス カンプストン氏とその妻、アン夫人、二人でビクトリアホテルに宿泊してたんですね。ところがホテルでの指示に従わず、ホテルの秩序を著しく乱したという罪で訴えられたんです。ホテルの支配人、ミセス・タンの証言によりますと、被告らはこの夫婦ですね、夕方ホテルに宿泊したと。深夜12時頃にお部屋へ戻られたということなんですが、この 最近のですね、えっと、お客様のこの秩序を乱すっていうのをよくイギリスでも言われてるんですけれども、あの、何か危険なこととか事件とか事故なら仕方ないんですけれども、ただ単に乗客、乗客というかお客様の不満不平で周りに迷惑をかけることをカスタマーアピューズとか言うんですね、英語で。日本ではカスタマーハラスメントって言うんですけど、これ東京都が今、 条例を制定しようと躍起になってるんですよね。あまりにもお客さんのクレームが多すぎて、もうこれは業務妨害だとなった時に、お客さんに罪を問うことが東京でもできるようになるようですね。で、まあ、このお話に戻すんですけれども、まだ夜も明けない午前4時、もう夜中と言ってもいいでしょうね。早朝4時、寝室でお休みになっていた支配人の彼女は、大きな悲鳴と叫び声で目が覚めたっていうんです。 続いて火災の注意を促す音がカンカンカンと鳴り響いたっていうんですね。で、慌てて下に降りてみると、なんとですね、このお客さんとして泊まっていたカンプストン夫妻が自分たちの部屋の窓から飛び降りて、駅に走っていったっていう騒ぎが起きていたんです。それで、なぜ早朝4時に騒ぎ始めて部屋の窓から下に飛び降りて、 それもですね2、3メートルあったっていうんですね、怪我もなく無事に、下が全部あの草が生えてたんで大丈夫だったらしいんですけど、それで近くの駅に走っていってるんです。で、その時駅の夜間の監督を務めていたブリストルエクセター鉄道のハーカー氏っていう方がいらっしゃって、当事者、この夫婦ですね、半分裸で、 大きな声で叫びながら、何かを叫びながら、駅になだれ込み、大声を上げながら、ハーカー氏が詰めている駅員室に飛び込んできたそうです。ひどい興奮状態にあって、どうしたんですかって言ったら、自分たちは今大変なことになっているから、私たちを保護してくださいって、ハーカー氏にお願いしてきたそうです。誰かに尾行されてるって、夫妻は訴えていたそうです。で、駅の待合室を調べてくださいって、夫妻が言うので、 まあ、駅に変なものが侵入されたら大変なので、まず警察を呼びました。警察が来る前に、まあ、時間があるので、ハーカー氏は言われた通り、待合室を調べたんです。ところが、誰もいなかったそうです。その後、警察が到着し、興奮状態の夫妻を取り調べたところ、このカンプストン氏夫の方が拳銃とナイフ3本を所持していることが分かりました。その場で拘束されて、まあ、裁判に、 なってしまったんですけれども、まあ、裁判の中で判事が促すとカンプストン氏はオズオズと語り始めたそうですで自分と妻は当初クリフトンという場所に滞在していましたとところがウエストンスーパーメアという場所に行こうということになり朝に列車に乗ってそこへ向かっていたけれども夕方になったので途中で列車を降りて駅の近くにあったビクトリアホテルに宿泊することにしましたと ところがですね、眠っていたところ、午前4時頃、早朝4時に、説明ができないんだけれども、ひどい音が聞こえてきて、驚いて、夫妻は目が覚めました。騒音があってとっても怖かったそうです。で、ここからが奇妙なんですが、彼らが眠っていたベッドがパカって2つに割れたっていうんですね。ベッドが割れて、大きな穴のようなものが開いたそうです。 夫妻は思わずベッドから転がり落ちたところなんと床もパリパリパリって音を立てて割れそうになっていましたそれで彼らは慌てて部屋の窓を開けて外に飛び降りたって言うんですねで、夫妻が言うには床が割れそうになった時床の下から何かの声が聞こえてきたって言うんです何を話してるかわからないんだけれども怖くて怖くてで、この時奥様も証言していて 実際にすごい音でベッドが割れて床も割れた時に自分の夫が床の穴に落ちそうになったので慌てて夫を支えて穴に落ちないようにしましたって言ってるんですねそれで夫妻は外に飛び降りたというわけですでもあまりにも不思議なんで,でしかもですね逃げる時にご主人は手にしていた拳銃を部屋へ一発撃ち込んで部屋の天井を破損させてるんです さらに、駅に走って逃げる時にも、一度振り返って部屋に向けて発砲しており、窓が破損しているんです。これは危険な行為なんですね。で、妻の証言では、私が恐怖のあまりに夫に拳銃を撃ってってお願いをしたと言ってるんだけれども、彼女が夫をかばってるんだろうっていうのがみんなの見解です。結局、夫妻は警察署に拘束されていましたが、ホテルの損害、 あるいは他のお客様への迷惑をかけてしまった謝罪の料金を支払うと自分たちで申し出て、それが受理されて負債は晴れて自由の身になったと記事にあります。で、夫のクラスリーズっていう場所で、この負債はかなり高い地位にあって、それでお金が潤沢にあるのでお金を支払って解決できたのだろうと。 まあいうことなんですが結局二人に何が起きていたのかは分からないままだそうですで今となっては UFO と、U、UFO でエイリアンにアブダクションされかかったんじゃないかっていう人も出てきていてですねちょっと忘れかけていたこの記事がまたちょっと日の目を浴びてるという状況だそうですでも怖いですね一人でその幻覚を見てるなら分かるんですけど 夫妻が二人で一緒に同じような変な体験をしているということと、夫妻は別にそんな騒ぎを起こさなくても、静かに暮らせるぐらい裕福で、リッチで、さらには高い地位にあると。まあ、イギリスも厳然とした地位階級が残っている国なので、そうなるとこういったバカみたいな、バカみたいなって言ったら失礼なんですけど、変な騒ぎは起こさないと思うんですよね。 だからやっぱり何か起きてたんだろうなって、時なんかは思っています。まあ皆様は今回のお話どう思いましたでしょうかもしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。